松本人し仕事復帰のハードルは意外と高い。セクシー女優の応援も実は裏目。白下隆行、白下隆行芸能界ぶっちゃけトーク。先月末、ダウンタウンの松本人し60の文芸春秋に対する名誉毀損民事訴訟の第1回口頭弁論が東京地裁で開かれた。松本本人が姿を見せるかが注目された中、双方代理人のみの出庭で、 口頭弁論そのものも5分程度で終わった。松本側は週刊文春の記事の中に証言者として登場した女性の A 子、B 子の特定を要求し代理人は人物が特定できなければ認否のしようがないとした。一方、文春側は名前がわからなければ認否できないなんて、そんなアホがあるかと返した。 ここまではご存知の方も多いと思うが、松本側はあくまで文芸春秋を訴えているのであって、A 子 B 子に矛先を向ける主張には疑問が残るところではある。松本自身は旧ツイッターの X に世間に真実が伝わり、一日も早くお笑いがしたいですと投稿している。この先の口頭弁論でも、ホテルの部屋での飲み会の実態など、ディテールも含めて世間に出ていくことが考えられ、センシティブな状況が継続しそう。 その中で事実無根をどのように主張していくのか、代理人の戦略も注目されている。性教養がなかったことをどのように明らかにするのか、腕の見せ所だとされる。騒動と仕事復帰の本質は別なのではだが、しかし、ちょっと待てと言いたい。この騒動と彼の仕事復帰について本質は別のところにあると思うのだ。思い出すのは、田代正六67と渡部健51。 田代は後に覚醒剤使用で捕まったが、最初は盗撮での検挙だった。渡部は多目的トイレでの行為がクローズアップされ、未だ地上波テレビへの本格復帰は果たせていない。どちらも破ンチ行為がイメージダウンに繋がっており、スポンサーもテレビ局も敬遠することになったのだ。松本はホテルのスイートルームを貸し切りにして、複数の女性を呼び出しての飲み会だった。仮に何もなくても、下心見読みへのイメージは残る。 世の女性たちがドン引きなのは間違いない。その参加者に本人は応援のつもりでもセクシー女優までいたことも明らかになっているので、かえってイメージダウンは否めない。もちろんセクシー女優が悪いというのでなく、世間がどう見るのかという観点だ。飲み会ならば仲間を連れて銀座のクラブに行けばよかった。 松本が仕事復帰を望むなら、X に記したように世間に真実を伝えることも重要だが、松本とその代理人は世間の目にどう映るのかという視点も必要になってくる。娘は可愛く大事にしていると好印象を与えていたから、よその年頃の娘さんを集めてね、お触りしてあわよくばその先も楽しむことを頭に描いた飲み会していた。ご自身はそのつもりはないかもしれない。 後輩芸人は松本さんの好みを考えて連れてきている。小本能なら後輩芸人の意図を察してこんな飲み会はするなと注意できたのではないかと思う。楽しんでた。とするなら後輩芸人は気に入られたとエスカレートすることもなかったかもしれない。後輩芸人と同じ位置で飲み会してたと思うならそれは間違い。彼らから見たら松本さんは利益が絡む存在。結局性加害の有無かどうかというよりは 既婚者で、当時小さいお子さんもいるような状況の中で、そういう性的なものにつながるような飲み会をしていたと。いうことで、松本氏を見る目はかなり変わってしまったし、イメージ的にもダメージは大きいと思います。映画なんかでも、意外と古本能的な家族愛などに関連する作品もありうわなども、しないそういうイメージはあったと思います。裁判に勝ったとしても、それらを前提に、今までと同じく笑えるかについては賛否分かれそう。 年齢的にも60歳ですしね。たけしもさんまもだいたいこの年齢から押しました。年齢的に笑わせる力も衰える、中現場から長い間離れ、仮に復帰できたとしても、昔のような活躍はできないでしょう。そもそもイメージが悪すぎて弱者を笑い者にする松本の笑いではもう笑えません。裁判に最低2年かかるようですし、裁判結果に関わらず、一度ついた悪いイメージは払拭できず、 t v 復帰はもう無理でしょう。あと1年も経てば、松本の大ファン以外は、興味も薄れていくと思います。ホテルの密室で飲み会を行い、複数の参加女性が不快な思いをした。不快な思いをしたのなら、申し訳なかったなぜこの一言が言えず、お前の本名、住所、を公表しろと言うのか松本のイメージが悪くなるばかりです。松本人志さんの文春報道に対する裁判もスタート。 これから文春側が報道の事実の根拠をこだしに行くことになるのかな松本人志さんは文春報道を事実無根と言っているが、どの部分が事実無根と証明していくのだろう女性を集めてホテルでの飲み会自体は松本人志の飲み会に参加した女性が証言しているから争点にならない。参加した女性がどういうムードで飲み会が行われていたのかが争点になるのかな単なる飲み会であったのか 参加した女性との性行為があったのかも、争点かな世間から見たら、松本は逃げてるイメージしかない。会見してたら、見方も多くできたかもしれないが、笑い上後の松本だから、真面目な会見もできるから問題ですね。今はどういう心境なのでしょうか ?X の投稿は、違反の的にしかならない。ファンは無条件に擁護してるので、俺がこの状況でも裁判に勝ったら、かっこいいだろうとでも思っているのだろうか 何も動かずにでは世間が認めない復帰は無理だと思います。だからこそ松本さんは第一弾のみに絞ったのだろうし、そして争点を未だに明かさない。飲み会があったのは認めるとしても、性的な行為は認めたくないだろう。松本さんの強みは密室の中だから、二人以外には誰にもわかるわけがない。お互いに証拠は何も残してない。だから事実無根に自信を持っているのだと思う。 松本さんがテレビ復帰するには、性的なことは一切していないという主張で通し、勝訴するのが一番良い,いシナリオ。しかし、アテンドしたとされる、肝心の小沢さんが、雲隠れ状態。裁判では、勝敗を左右する証人になり得るだけに、小沢さんの沈黙は気がかりですね。そもそも、事実無根という、松本人志氏の投稿、性教養があったとする部分が、事実無根という解釈をすることが、読み手の忖度に過ぎない。 記事の内容は事実無根ではなく飲み会を開いたことは現状として根のある話。根があるのかないのかわからないのが、性行為をしたこと、性行為を共有したことの事実は、性行為をしたことが事実か否かで変わってくる。情報提供者の個人情報の要求は、相手によっては記事が事実かもしれないということを自白するようなもので、その後に何を言っても結局は説得力がない。 事実無根であるならば、相手が誰であれども、事実無根であることを証明し続ければ良いだけの話。ホテルの共用部の監視カメラで、全員が帰ってる映像とか、ホテルのチェックアウトや、タクシー利用などのクレジット履歴など、証明できる材料を常に残すことが重要。不特定多数に、忖度を求める文章表現は、率直に気持ち悪い。単なる不倫とは違う。不同意性功は本来、刑事罰の問題だ。 真相はわからないというものの、松本人志氏は状況証拠からして黒に近いグレーだろう。そう感じている人たちが多く嫌をしている。実に誘い方が巧妙でないか、悪質でないか、直前まで飲み会の場所をホテルと明かさない、松本が参加することを伝えない。飲み会の最中は携帯電話を没収または使用禁止、飲み会の終盤何らかのゲームを行い、 一人の女性を寝室に残し他の参加者は退散の状況を証言から判断してまあ半分自営業みたいなもんだし吉本辞めたら今からでもお笑い復帰できるやん吉本に抱えられてテレビ局に忖度されて好きなようにテレビに出たいってならちょっと厳しいかなしばらくの間はねつまりやりたいかどうかでなく出してほしいということなんですかねその辺がめめしく感じられて残念 面白かったらテレビの方から寄ってくると思うんだけどね。スポンサーだって一緒、もっと言えばメディアもね。そんなに高い倫理観を持ってるわけじゃないし、田代や渡辺にはその需要がなかっただけの話。倫理観より需要が勝るのが日本の芸能界だからね。真事実を書くわけでもなく、変わり映えのしないこたつコラムを何度も何度も書く。こういうゴシップ誌に皆がドン引きしていることを早く理解してくれ。 飲み会ならば仲間を連れて銀座のクラブに行けばよかった。そう、稼いでいるのにホテルでの飲み会、つまみはコンビニという決さにドン引いてます。文春の聖火街報道以前からの松本のイメージを整理すると、夕方のテレビで新しい漫才師、アイドルタレントが出てきたなまあ、震災橋方面でアイドル的人気を得たみたいやけど、お笑いとしてはおもろないなまあ、俺には関係ない人たちだから、どうでもええわ。 なんだかいつの間にかどこを見てもダウンタウン。おもろなくてもアイドル的人気を得たらこうなれるんやな。まあ俺には関係ないしどうでもええわ。そのうち何でもダウンタウン関係ないからええけど少し目障りやな。傲慢で傍若無人。ふざけてるだけでおもろないけど見ないようにすればええんやからどうでもええわ。去年の暮れまでは見なけりゃええわだったけど性犯罪者ならそういうわけにはいかんやろ。完全に証拠を削除してもらいたい。